さんこんにちは。誰も興味はないかもしれないんですが、今日は What's in my bag の動画を撮ってみようと思います。で、今回2つ紹介するんですけど、1つ目がちゃんとお出かけするときに使ったりしているセリーヌのラゲージバッグで、色はスリですね。で、2つ目がちょっとしたお出かけの時に使ってるディオールのカメラバッグになります。はい、そしたら早速中身をゆるゆるな感じで紹介していきます。まず1つ目がジェントルモンスターのサングラスです。形はこんな感じの一番一般的なやつ、ロングっていうモデルになります。2つ目がイソップのハンドサニタイザー、これもいい香りがするやつで、あとウェットティッシュ、アルコールタイプ。結構マレーシア屋台とかもあるんで結構使いますね、これは。どういうこと？屋台でなんだろう、ご飯とか食べた時に結構汚くなるんで。で、あとは酵素、これはいつも食前か食後に食べています。食べてる？飲んでます。で、あとこれはどっかその辺で買ったプロテインバー、まだ食べたことはないけど美味しそうだったんでちょっと買ってみました。朝ごはんにこういうプロテインバーとかをオフィスでいつも食べてます。あとはアクセサリーですね。これめちゃめちゃ犬にかじられて穴開いてるんですけど、ティファニーのティーネックレスが入ってます。で、このやつ、あとこれ以外にもこのアクセサリーケースになんかいろいろ、これはボッテガのイヤリングが入ってたり、あとこれが確かシンコっていうところのブランドだと思います。スペインのブランドかな、ポルトガル、ちょっとすみません忘れましたけど、これがいつも入ってます。名前書かれてるんでここかぶせるんですけど、ルラボの抹茶の香水を今は使ってます。結構何でもいろいろ使うんですけど、これがちっちゃくて持ち運びしやすいのでこれを入れてます。あとはポーチ、メイク直しとかするやつのポーチ、これスックのフェイスパウダー、ハイライトとかもついてるので、であとめちゃくちゃ薄いので収納しやすい、とあとディオールのマキシマイザー、これが多分一番人気の018番ですね。とあとこれも香水、これも結構オフィスとかでよく使います。これは白のサボンの香水ですね。で、あとこれはこれ多分もう売ってないんですけど、不老不死のリップで色めちゃめちゃ綺麗なんですよね。全然わかんない。そう、でも売ってない、残念。これ好きなんですけど、あとこの不老不死のやつ使うときに一緒につけてるディオールのちっちゃい無色、無色っていうか一番デフォルトのマキシマイザーを使ってます。で、あとなんかお薬とか、あとコンタクトとかのど飴とか絆創膏とかを入れてるケース。あとはお財布、クロエのやつを使ってます。これは別にクロエが好きとかそういうのじゃないんですけど、色とあとこの金のディテールが可愛かったので買ってみました。あとエアポッツと、あと鍵、家の鍵基本カードキー式なんで全然使わないんですけど、一応ちょっとカードキー電池切れたりして壊れた時に
入れなくなるんで疑問持ってるのと、あとこれはこれなんだっけ、なんて言うんだっけ、エアタグか、エアタグですね。鍵がなくした時に GPS 位置どこにあるのかっていうのを確認できるのにつけてたり、あと犬もこれ同じの持ってるんですけど、犬のお散歩の時にあの犬につけたりしてます。なんであの犬の名前が入ってます。はい、そんな感じですかね。はい、以上になります。あとこのディオールの小さいカバンで結構出かけることも多くて、私さっきすごい紹介したんですけど、ほとんど正直出ても使わないことが多いので、本当にいつもはこれに、あとお財布にめっちゃドル札入ってる、あとどれだ、ディオールのリップにこのサングラスをケースから外した状態で入れていることが多いですね。こんな感じ、本当これだけ。あ、あと酵素忘れてた。こんな感じです。はい、以上になります。ゆるすぎてごめんなさい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。バイ。